あれが環状4号線やったやつ。工事としてはですね、現状の工事としては地下が躯体工事と仕上げ工事といったように内装の工事をしております。で、地上はですね、先ほど見ていただきましたように内装工事を進めているというところで、2025年の3月の町開きに向けては工事は今順調に進んでいるという状況になります。